部選手に来ていただきました。厳しい展開でした、前のめりに話しすぎて、相手が少し引いてしまったかなと受け止めています。喋る毎日にいいものだめ。長谷部選手お疲れ様です。振り返っていかがですか？そうですね、立ち上がりからみんな固かったので、自分から積極的に声をかけるように、心がけました。喋る毎日にいいもの。